防衛省が2024年度から建造に着手するとしている、新しいイージスシステム搭載艦に搭載されるガスタービンエンジンが、イギリスのロールスロイス製の MT30 に決定されたとして、2024年5月30日にロールスロイスが明らかにしたよ。MT30 はロールスロイスの船舶用ガスタービンエンジンマリントレントで、同社の航空機用ターボファンエンジンであるトレント800をベースとして開発され、出力は 36MW で 40MW を発揮するものもあって、日本の海上自衛隊護衛艦では最上型 FFM にすでに採用されているな。今回は海上自衛隊の新たなイージスシステム搭載艦のエンジンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、イージスシステム搭載艦にはこの MT30 が2機搭載される予定で、燃費を抑えるために、電動モーターも搭載するハイブリッド方式が採用されることになっているんだけど、出力に大きく余裕があることから、低速巡航時は MT30 で発電された電力を利用したモーターによる電気推進で航行し、高速が必要となる時には別のガスタービンエンジンによる機械駆動を併用して強力な推力を得る、ガスタービンエレクトリックガスタービン複合推進方式シーオンバインドガスタービンエレクトリック&ガスタービンコグラグ、など他の機関方式が採用される可能性もあると言われているよ。この新イージスシステム搭載艦には、これまでのイージス護衛艦に搭載されているフェーズドアレイレーダー ANSPY-1 と同じ、ロッキードマーティン製の LRDR ロングレンジディスクリミネーションレーダー長距離識別レーダーである ANSPY-7V1 が搭載されることになっているけど、そこに至るまでには紆余曲折があったんだ。 ANSPY-7V1 はそもそも地上配備型の国土防空ミサイル防衛用の対空捜索レーダーとして弾道弾迎撃ミサイルである GBI グラウンドベースとインターセプターとともにイージス艦に搭載されているイージスシステムを陸上に配置するイージスアショアに使用されるレーダーだね。近年、北朝鮮では弾道ミサイルなどの長射程ミサイル発射実験を盛んに繰り返すようになったが、その進歩が著しく日本列島への脅威が高まったことから高高度を飛翔する弾道ミサイルを撃墜するためのシステムの増強を望む声が広がったな。弾道ミサイルへの対処についてはアメリカ海軍が東西冷戦下の1960年代から着手していて、イージス武器システム AEGIS ウェポンシステム AWS が開発され、イージス弾道ミサイル防衛システム、イージスバリスティックミサイルディフェンスシステムイージス BMD システムが誕生したぜ。BMD においては海上配備システムと地上配備システムの整備に注力され、海上配備システムのプラットフォームとしてイージス艦が登場し、地上配備システムとしてはイージスアショアが考案されたわけだ。陸上に設置することによってイージス護衛艦ほどの人員は必要がないため、慢性的な人員不足に悩む自衛隊においては最良の BMD とされ、2018年7月30日に日本政府は、ANSPY-7V1 を2機購入して、秋田県秋田市にある陸上自衛隊深夜演習場と、山口県萩市の陸上自衛隊睦弥演習場の2カ所に、イージスアショアを配備する計画を発表し、2025年から陸上自衛隊が運用することを明らかにしたぜ。しかし、弾道ミサイル迎撃の際に地上から発射される多弾式の地対空ミサイル SM-3 の1弾目となる、補助推進装置ブースターが演習場周辺の民家などに落下する可能性があることが示唆され、このブースターを演習場内へ確実に落下させるためには、高額な費用が発生するシステムの、ソフトウェアの修正が必要である上にそれだけでは不十分であることが判明したよ。その上さらに、設置を予定していた秋田、山口両県の住民に対して実施した防衛省側からの説明内容が不足したことや、ずさんな調査などの不手際が発覚するなどトラブルが相次ぎ、このままでは地元自治体の理解が得られないとして、2020年6月15日に当時の河野太郎防衛省がイージスアショアの導入計画を中止することを発表したんだ。2020年12月18日、日本政府は閣議決定において、新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛能力の強化についてと題した中で、
中止となったイージス・アショアの代替案について、イージスシステム搭載艦を新たに2隻建造し、それらを海上自衛隊が運用することを決定して公表したってわけ。防衛省ではイージス・アショア用に購入が計画されていた2機の ANSPY-7 を、新たなイージスシステム艦に搭載する方針としたが、ANSPY-7 は陸上設置用として開発されたために、アメリカ軍の水上艦艇における使用実績がなく、海上自衛隊のイージス護衛艦においても、ANSPY-1 の使用実績しかないことから運用を不安視する見方が広がり、アメリカのレイセオンが艦艇用レーダーとして開発を進めている ANSPY-6 を押す声が上がっていたね。しかし、アメリカミサイル防衛局とアメリカ海軍におけるイージス艦技術部門代表が、海上自衛隊のイージス艦に搭載されている AWS ベースライン J7B 上において ANSPY-7 を運用するソフトウェアを開発し、2021年1月27日に海上に配備された ANSPY-7 を搭載した AWS ベースライン J7B の試験において、BMD での目標の捜索追跡識別を実施する能力を有することが確認されたことから、イージスシステム搭載艦に ANSPY-7 が搭載されることが決定されたぜ。ANSPY-7 においては、2024年4月に宇宙空間にある物体を探知と追尾する試験も成功していることから、宇宙空間を飛翔する弾道ミサイルの迎撃に適していることが証明されているな。この高性能なフェイズドアレイレーダーを搭載するイージスシステム搭載艦は当初、弾道ミサイル迎撃を専門とする防空護衛艦的な存在になるとされ、当初の計画では基準排水量2万2000トン全長210メートル以下幅40メートル以下とされ、海上自衛隊最大の護衛艦として誕生するはずであったが、海上自衛隊最大級の艦艇となることに対して、速度において既存のイージス艦や護衛艦艇との艦隊連携や、共同運用がしにくいとの批判が上がり、小型化して機動力を高めるように方針転換されたわけだ。結局イージスシステム搭載艦は、基準排水量1万2000トン全長190メートル最大幅25メートルでマヤ型イージス護衛艦を上回り、軽空母化改修が進められている海上自衛隊最大の出雲型護衛艦に次ぐ大型艦となる見込みで、兵装には5インチ単装砲1機高性能20ミリ機関砲2機と2式地対艦誘導弾能力向上型、4連装発射塔2機3連装単魚雷発射艦2機のほか、マーク41垂直発射システム VLS は2機128セル搭載され、弾道弾迎撃ミサイル ABMSM3 艦対空ミサイル SAMSM2 対戦ミサイル、丸7式垂直発射魚雷投射ロケット巡航ミサイルトマホークなどが搭載されることになったよ。そして、国土防空だけでなく護衛艦隊を構成する艦としても運用ができるように、既存イージス艦と同等の各種作戦能力と機動力が与えられることとなり、その他には現在の多様なミサイルに対し、常に対応可能とするために稼働率の向上が図られ、好天時の荒れた海でも影響を受けにくい対応性を持たせられているんだ。さらにこの艦では長期間の洋上任務が前提とされていることから乗員の居住性向上が図られ、例えば段ベッドの上下にパーテーションを設けて疑似的に個室化するイメージ画像が公表されているな。また、中国やロシアが実戦配備している極超音速兵器への対応として、アメリカミサイル防衛庁 MDA が、開発中の対極超音速滑空対 HGV 新型迎撃ミサイルなどの将来の装備品も運用可能な拡張性にも考慮されているらしい。これら将来の装備品にはレールガンや高出力レーザーガンなども含まれているため、出力が大きいロールスロイスの MT30 ガスタービンを2機搭載することでそれらの電力を賄うことができるとされているぜ。防衛省では、2024年度防衛予算にこのイージスシステム搭載艦整備費用として2隻分の建造費3797億円を計上していて、まず三菱重工業が1番艦の建造を担当して2番艦はジャパンマリンユナイテッドが担当するみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
旧型と出雲型の誕生によって、事実上の海事空母は4隻体制となったね。日本が空母4隻保有していることと2タイプあることは何を意味しているのか気になるところだな。今回は、F-35 戦闘機搭載に関しても議論される日本の空母は今後、どうなっていくのかについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。はじめに日本の空母が4隻になる意味について考察してみるよ。海上自衛隊の観艦式は3年に一度行われる海事最大のイベントであり、2015年10月の時の最大の目玉となったのが新鋭護衛艦出雲のお披露目だったんだ。出雲は2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦であり、その前に誕生した日向型の日向伊勢に続く3艦目となったね。しかも出雲は日向型と比較すると、一回り大きく建造され、自衛隊最大の艦艇となって誕生したんだ。また同年8月には出雲型の2番艦加賀も進水式を終え、偽装作業も完了して試験航海も11月に行われたってわけ。2番艦加賀が就役したことにより、海事は日向型と出雲型をそれぞれ2隻ずつ、合わせて4隻の航空母艦を保有することになったな。艦艇は長期にわたってドップ入りする整備機関や乗員の訓練機関及び実戦投入が可能な機関を必要とし、それぞれの機関が3分の1ずつを占めるため、4隻体制となって常時1または2隻の航空母艦が有事即応体制を取れるようになったぜ。しかし、実は日向型と出雲型に求められる役割や能力が若干異なっており、もしかすると視聴者の中にこれらは護衛艦であり航空母艦ではないと思っている人がいるかもしれないが、それは完全な誤解ってわけだ。そもそも海事の護衛艦は、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種であり、世界的には軍艦あるいは戦闘艦に該当するんだよね。例えば金剛型や愛宕型は護衛艦と区分されているが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれているのと同様に、日向型や出雲型も護衛艦ではなく、実際は航空母艦と呼ばれていることを改めて理解してもらいたいところだよ。航空母艦日向型の日向と伊勢に関しては、満載排水量1万9000トン、全長197メートルの規模で出雲が就役するまでは海事最大の艦艇とされていたんだ。主な艦載機は SH-60JKC ホーク哨戒ヘリコプターであり、3機を同時に発着艦させる広さの甲板を有するほか、飛行甲板とエレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機も収容できみたい。そして日向型の主任務は、味方艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する対戦作戦であるため、単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS を装備しており、航空母艦としては結構な重兵装を積んでいることが特徴的だぜ。一方で出雲型の出雲と加賀は満載排水量2万7000トン、全長248メートルとなっていて、前述した通り日向型よりも一回り大きく、シーホークを5機同時に発着艦可能であるほか、格納庫内には15機も収容できるらしい。しかし、任務の違いから日向型のような単魚雷発射艦や VLS は装備しておらず、最低限の自衛用兵装しか搭載されていないため、潜水艦への攻撃はシーホークや洋艦に委ねなければならないってわけだ。そして垂直離着陸型である F-35B 戦闘機の艦載を語る以前に、最低限の兵装しか持たない出雲型は対戦能力重視型の日向型と比較すると、より多様な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能が重視されているね。例えば日向型と出雲型は手術室と集中治療室を共に備えているが、病床は日向型8床に対し、出雲型は35床も有しているため、当初防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点としては、出雲型が優先されるんだと思うよ。また出雲型の方が飛行甲板も一回り広いため、陸上自衛隊が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する際も有利に活用できるぜ。これは、あくまでもどちらがよりその能力が高いかという話をしているだけで、
日向方が上陸作戦の拠点となることも十分に考えられるため、出雲方も対戦作戦の中核としての役割を担うことが可能だな。そして日向方と出雲方の両艦いずれもシーホークの他に、大型の輸送掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載させることができるらしい。しかも、必要に応じて陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイなどの小型ヘリのほか、大型の CH-47JJH ヌーク、V-22 オスプレイの運用まで行うことができるみたい。一見すると空母のような大隅型は劣気とした輸送艦であり、上陸作戦に特化しており、ヘリコプターの発着艦はできるが格納庫を持たず、固定の艦載機もなく、一般的に航空母艦と呼べるような能力は持ち合わせていないんだ。日本を取り巻く西南諸島海域の安全保障における最大の課題が浮上し、これを解決するべく立ち上げた日本版海兵隊水陸機動団が発足すると同時に、懸念されていたのが海上輸送力の確保だったんだ。有事で多くの人員や装備を運ぶとなれば空輸だけではなく海上輸送も行わなければならず、そこで必ず投入されるのが海上自衛隊の輸送艦大隅型というわけだな。大隅型が登場する以前の海事は、2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったため、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を常に切望していたらしい。そして、日本政府も1992年に始まった数ある PKO 派遣を鑑みて、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感した結果から大隅型3隻の建造を認可したぜ。従来の海事輸送艦が海岸に乗り上げるホバークラフト型だったのに対して、大隅型は沖合に展開しつつ、LCAC 選定や輸送ヘリを使った揚陸作戦も可能とするよ。大隅型は陸上自衛隊の1個中隊に値する約330名の隊員を乗せることができ、長期航行に備えた居住スペースまで確保されているね。一方、装備面の輸送力としては73式大型トラックならば最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を乗せることが可能であり、大隅型が3隻いたら1個連隊規模の輸送ができる計算となるぜ。また、海事艦艇初の全通式甲板を採用したおかげで、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリ乗り発着を可能としたほか、最近では改修工事も入って V-22 オスプレイの運用にも対応できるようになったらしい。ただし、先ほども述べたように航空機用の格納庫と整備機能は持っておらず、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえも、収益時に一部の無知識人から空母や強襲揚陸艦ではないかとの指摘を受けたな。このように格納庫を持たず、車両用エレベーターしか持ち合わせていない大隅型が空母となれるはずもないのに、無理やりスキージャンプ台を設置したとしても、22ノットという速力と178メートルの全長では固定翼機の運用は不可能であることを奴らは理解していないんだよね。この格納庫を持っていないという点は非常に重要であり、これを理由に大隅型は強襲揚陸艦でも空母でもなくドック型輸送揚陸艦に分類されているぜ。やはり、空母や強襲揚陸艦といった表現は国家の威信財力の象徴としてみなされることが多く、すでにそうした風潮は現れていて、日向型や出雲型に艦載予定の F-35B ライトニング2垂直離着陸戦闘機の議論が未だになされているくらいなんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2035年の F2 戦闘機退役開始に合わせて開発が進められている次期戦闘機は、同じく次世代戦闘機として BAE システムズテンペストの開発を進行させていたイギリスとイタリアとの間で、それぞれの研究成果を合体させて共同開発されることが決定し、2022年12月9日に3国による GCAP グローバルコンバットエアープログラムグローバル戦闘航空プログラムの設立が発表されたね。その GCAP を一元的に管理運営して各国企業の役割分担などを調整するのに必要な国際機関として、GCAP 政府間機関 GCAP インターナショナルガバメントオーガニゼーション GIGO JAGO が2024年中に設立される見通しとなっているぜ。
今回はそんな日本の防衛省と IHI が開発したターボファンエンジン XF9 に世界が注目している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛省では当初は、仮想敵国であるロシアや中国の強大な空軍力に対抗するために、それらが保有する戦闘機よりも圧倒的なハイスペックの戦闘機を保有することで、広大な日本の領空及び防空識別圏において航空優勢を維持する方針を立て、第6世代戦闘機に分類される国産戦闘機の開発を進めてきたよ。国産として国内企業のみによる開発にこだわる理由として、これまで航空自衛隊が運用する戦闘機には純粋に国産と呼べるものがなく、F4J ファントムや F15J イーグル、そして現在調達が進んでいるや F35 ライトニング2など、アメリカ製戦闘機を日本の国内企業が製作に応じる形でライセンス生産もしくは最終組み立てを行って調達する事例ばかりだったんだ。こうした状況で導入された戦闘機においては、機体の能力向上やシステム更新などの近代化改修が必要となった場合にはアメリカ政府の承認や主開発元であるアメリカ企業の協力が大前提であり、日本が必要とする能力向上を国際情勢に合わせ自由に更新することが実現できないってわけ。また、日本が主権国家としての安全保障政策の持続を可能とする観点から、軍事関連の技術や産業を維持育成しておくことが必要であり、上調性の観点からも複数の機種を同時に並行して運用する形をとっておくことが必要であるなどの理由から、国内の技術を中核とする新戦闘機開発を実施しておく必要があるとされてきたこともまた次期戦闘機を国産開発とした理由だったな。現在運用している F2 戦闘機について表向きは国産とされているが、そのエンジンは F2 戦闘機の原型となった F16 ファイティングファルコンに搭載されている。アメリカのゼネラルエレクトリック製の F110 を IHI 当時は石川島播磨重工業がライセンス生産したものであり、さらに機体の 40% はアメリカ国内のロッキード・マーティンの工場の生産ラインで製造された完成部品が、日本に輸出されて三菱重工業が組み立てていたため、国産戦闘機であるとして胸を張って主張できるものではなかったぜ。そこで防衛省では次期戦闘機に搭載される国産エンジンの開発を目指し、当時の防衛省技術研究本部後の防衛装備庁航空装備研究所は第一段階として IHI との共同で、運動性を要求される小型音速機用エンジンの基礎的技術資料を得ることを目的として、T4 練習機に搭載するターボファンエンジン F3 を開発したわけだ。そして、次には将来の次期戦闘機に搭載可能なエンジンを開発するための先進的な要素技術を実証するために開発された。先進技術実証機 ADX-TX に新進に搭載する XF5 を、やはり IHI に開発させたわけだね。XF5 はアフターバーナーを備えたターボファン方式のジェットエンジンで推力約5トン推力重量比は 7.8:1 であり、ジェットエンジンの性能を表す指標とも言われるタービン入り口燃焼器出口温度は1600度が計測され所定の性能を発揮して開発に成功したよ。防衛省技術研究本部と IHI では、この XF5 の開発成功をもとにして、2010年から次期戦闘機への搭載を目的とするエンジン開発に着手したが、その際に、世界レベルのハイパワーを有し、戦闘機の高速性と高機動性に貢献する、単に大型化するだけでなく、エンジン形状をスリム化する、電動化する戦闘機に対し、搭載される電子装備品に十分な電力を供給するという3つのコンセプトが掲げられ、ハイパワースリムエンジンと呼ばれることになったんだ。8年の歳月をかけて完成した XF9 のプロトタイプは2018年6月に防衛装備庁に納入され、各種性能確認試験が2020年7月まで実施されて、2019年4月10日には最大推力確認試験の様子が撮影された動画が公開されたよ。XF9 はいわゆるアフターバーナー付きの低バイパスターボファンエンジンで、その最大推力11000kgfでアフターバーナー使用時には 15000kgfの推力を発揮することが確認されていて、
これは F-15 や F-16 に搭載されているプラット&ホイット2製の F-100 エンジンと比較しても、遜色がないどころかそれ以上の性能を持っているぜ。エンジン内部の不安は3段で圧縮機は6段、高圧タービンと低圧タービン各1段によって構成され、タービン入り口燃焼器出口最大温度は1800度とされて F100 を上回り、また全長約 4.8 メートル入り口直径約1メートルと F100 よりも小さいな。そして、小型で小スペース化されたスタータジェネレータによって 180kW級の大容量の電力を供給することが可能で、水力方向制御は後部に装着されている水力変更ノズル XVN31 によって、変更角度全周20度が可能らしい。この XK9 をロシアの最新鋭第5世代戦闘機スホイ57のエンジンでアフターバーナーと水力方向制御 TVC を備えた、二軸のターボジェットエンジンヌエール 41F1 と比較してみると、最大水力 2×9500kgft アフターバーナー使用時は 2×15000kgft とされていて、大きさは重量 1608kg 全長 4.99 メートル、直径 118 センチメートル、水力方向制御で最大変更角度は20度と、水力は同等ながら XF9 が一回り小さいんだ。また、アメリカの最新鋭第5世代ステルス制空戦闘機 F-22 ラプターのエンジンであるプラット&ホイット2製の、アフターバーナー付き二軸ターボファンエンジン F-119 は最大水力 10,800kgft アフターバーナー使用時 15,900kgft で、タービン入り口燃焼器出口最大温度は1649度で XF9 よりも低く、その大きさは重量 1800kg 全長 5.16 メートル直径 120cm と XF cm よりも大型で、水力方向制御には二次元水力変更ノズルが備えられているよ。そして同じ第5世代ステルスマルチロール戦闘機 F-35 に1機搭載されているエンジンである、プラット&ホイット2製のアフターバーナー付き二軸ターボファンエンジン F-135 は、最大水力 13,000kgft アフターバーナー使用時 19,500kgft タービン入り口燃焼器出口最大温度1980度。重量 1701kg 全長 5.59 メートル直径最大 117cm メートル燃焼器出口最高温度は1980度ということで、出力ではやや劣るものの XF9 の方がよりコンパクトなんだ。このように XF9 はまだ試作段階のプロトタイプとはいえ、アメリカやロシアの最新鋭第5世代ステルス戦闘機に搭載されているエンジンと比較しても遜色のない性能を発揮し、かつコンパクトであることがわかるな。これまで西側世界のジェットエンジンはアメリカのジェネラルエレクトリック GE、プラット&ホイット2P&W、イギリスのロールスロイス RR の3社が君臨していて、自社ブランドの戦闘機用エンジンを持っていなかった日本の IHI が XF9 の開発に成功するに至ったのには理由があるぜ。実は、欧米3社のジェットエンジンの部品のうち 10%から20% が日本製で、高圧コンプレッサー低圧タービン燃焼器ファンケースなどの他に、タービンとコンプレッサーやファンをつなぐシャフトなどは IHI の製品が優秀とされ世界でシェアは7割を占めるらしい。その他にもシャフトを支えるベアリングや炭素繊維に、ファンに使用されるチタンやニッケル元調合金なども日本製のものが使用されているなど、XF9 を開発できるだけの素地があったってわけだ。次期戦闘機開発が3カ国共同開発となったのも、イギリスの RR が XF9 と IHI の技術や日本企業の合金製造技術に注目したためと言われているけど、日本側からすれば量産化によるエンジン製造コスト低減が期待できるなど、日本単独で開発するよりもメリットが大きいとの判断があったと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。